ちは。こんにちは。こんにちは。さあ、プロ野球開幕しましたけども、はい、今年のね、広島カープの、はい、注目選手、はい、若手注目選手といえば、はい、誰でしょうか。はい、もうフランソワ選手ですね。はい、そうだね、はい、そうだね、じゃないですよ。違います。違いますよ。小園海斗くんですよ。小園海斗選手ですよ。もう話してたんだよ。直接じゃあ、いやなんかね、人懐っこく来てくれたの、はい、あら、だから挨拶に。そのキャンプの時のあの会釈から始まり、その時まずいなと思ったこういうこと言ってた、はい、プロのスピードにはそんなに戸惑いはないですと。投げてくるボールもね、でも小さな変化のキレが全然違うっつって、それについていくのに慣れが必要です。なるほど。やっぱね、言葉にね、偉そうな感じがないんで、なんかそんなこと言うとさ、こいつ小生意気にって思う選手も中にいるじゃない、言い方によってさ。まあまあまあ、そうですね。でもそれもないし、ものすごく物腰も柔らかいし、はい、よくしっかり考えてるし、寝言なんか連絡取ったりとかしてるのって聞いたら、はいはい、いや彼あの怪我もしてるしって、はい、キャンプの時とか、はいはい、で一回連絡取りましたけど、で僕の方がなんかちょっと調子が良くてって、だからすごく話しにくかったって。ああ、なるほど。優しい気持ちで使えると。まあ向こうは、まあでも俺のことは全然気にしないで頑張ってよって言われたから、はい、すごく楽になったとかさ。おお。やっぱ思い合ってんだよね。優しい子ではあるし、闘争心もあるし、でも物腰は柔らかいし、はい、なんかスターの要素を揃えてるなっていう。おお。そんな感じがした。愛嬌もありますもんね、なんかすごい可愛らしいね、すごい。なんかもうラインスタンプとかしたら結構この部分すげえ売れそうな気がする。ああ、確かに。そらもう間違いなく売れる。自分も買いたいですもんね。じゃあ出した方がいいっすよ。だからユダカさんとコラボしてね、ラインスタンプ。いや、コラボしてくれるんだったらお願いしますよ、ほんとに。いや、ほんとだよ。でもね、ユダカさん、アンチ広島から。まあ、そうだね。いや、俺さ、でもみんな言ってますよ、アンチ広島って。おい、なんでなんね。いや、こっちは来たし。違う違う、俺、神宮この前行った時にさ、はい、その小園と話す前、はい、球場入った時に、ダサーンとか言って、はい、広島ファンから、はい、広島のことも少しはよく言ってよって。え、俺そんな気全然ないし。いや俺山口県出身で隣の県じゃない。あ、そうですよね。だからものすごくさ、気にしてんのよ、はい、俺なんでどっからアンチになったのか。いや、なんかめちゃくちゃ言われてますよ。なんで広島にだけ厳しいみたいな。やっぱり今日も厳しかった。だからそういう広島戦に対してのなんかその発言ねっていう、あ、愛情がちょっとあるがゆえにあるんじゃないですか。そう、愛情の裏返しだった。期待がね、一番あるってことですよね。一番ではない。順位をつけるんじゃなくて、ああ、俺おそらく日本シリーズの時に厳しいんだと思う、特に。ああ、なるほど。短期決戦用の戦い方があるでしょ。はいはいはい、まあ、 それはやっぱやらないから。ああ、だから選手と俺仲いいよ、めっちゃ。うん、豊さんは、まあ、ただその誤解がね、皆さんの中にあったという、なんかそういうのがあったじゃないですか、一回。そういうもバーって言われてるのが。いや、多分ね、これね、俺の記憶の中では日本シリーズの戦い方、はい、それを嫌だったんだよ。はい、もうなんでもっと細かくしないんだよ、なんでシーズン通りで短期決戦を勝ち抜こうなんて思ってんだみたいな、そんな感じで多分言ったと思うんだけど、いや、そりゃそうだよね。あのソフトバンクだってさ、はい、グラシアルかなんかにバントさせられたりとかさ、はい、いろんなことが あるんだ、はい、だけどその中で広島は何にもやらなかったっていうところがあってさ、はい、だから厳しくなったんだと思う。なるほど。勝ってほしいもん、俺もセ・リーグ出身の、うん、あ、そうですよね。もしかあれじゃないですか、神宮での菊池選手が二遊間の横跳びして、うん、もう見飽きましたっていう。ああ、あれね。あれ有名だってことですよね。もう見飽きたって。あれがそこだけ切り取られてるじゃないですか。あ、まあそうだね。でも飽きるでしょ。まあまあ、それぐらいにストレートっていうのは分かるですか。もういいよ。お腹いっぱいだから。はいはいみたいな。今度はこう飛びついたらこっちの右手で取ってこのままぐらいなんで。まあということなんでね。まあ豊さん、今年はちょっと広島カープに、はい、どうぞ一つお手柔らかによろしくお願いします。いやいや、お手柔らかっていうか俺は厳しくないですよ。